い、皆さんこんにちは、こんばんは、はじめましてムーンフェイスです。さて、今回ダートラリーなんですけれども、前回のね、このキャリアモードのオープンチャンピオンシップとですね、第2ステージ、今回ちょっとやってみようと思います。どうやらね、サンセットクリアと書いてありますんで、どうやら夕方ですよねの、まあ晴れという感じみたいです。さあ、ということでちょっとやっていきましょう。で、今回はまあ、崖から落ちないことと、ちょっとね、前回よりはアグレッシブにいけたらなという感じで、その2つをね、ちょっと目標にやっていこうと思います。さあ、行ってみましょう。 GO! さあ、どれぐらいアグレッシブにいけるかな。ちょっと落ちないようにでもね、しないと。よし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 。そうで、ハンドルをね、前回よりちょっと細かくね、動かして調整しています。ギアを間違えましたあーっと、よいしょ。そしてカーブはね、なるべくちょっと滑らせる感じで今回は走らせております。OK。 できれば4速入れたいなと思ってたんですけど、ちょっとね、上り坂が多いですね。なので4速はちょっとなかなか入れられないかな。結構登ってるんで、ちょっと3速だと登っていかないかな。スピードが出ないですね。よいしょ。ちょっと喋ってる余裕がないまあいつものことですけどね。おっと、さあ、これはうまくできてるんでしょうかよいしょ。 OK OK。 おっ、こんな急に曲がるのかい。ふう、ふう、おっと、急カーブ。難しいな、今のとこ。もうちょっと綺麗にいけたのかな、うまくやれば。うわ、怖い。あ、障害物がある。ちょっと登ってるから4速入れてみたけど、あ、やってもうた。ペナルティー13秒。いやー、ちょっと激しく損傷しましたね。これは次のステージに影響がありそうですしまったな、今のとこいけると思ったら。ここは大丈夫。ここ4速だな。うわ、でも狭くなった。あ、危ない。あー、立て直せるか。怖かった。うん、 OK。 あー、うまくいってない気がする。よし、まあいいや、とりあえずクリアできたからまた細くなるか。ちょっと4速入れてみます。アグレッシブに行くって言ったんで。
怖い、めっちゃ怖い。あ、赤赤、よしよし、 OK。 あー危ねー、怖かった。でもフィニッシュフィニッシュ、あー怖かった。あー、でちょっとリプレイ見ていきましょうか。いやちょっと一回落ちちゃったな。でもあれペナルティーちょっともったいないですね。いやでも結構アグレッシブに逃げましたね。でもここはあのヘアピンとかね、ああいうのがなかったから割といけたのかっていう感じでしょうかね。いやでも結構ちょっと面白くできました。自分なりに。これ画面変わんないのかな。はい、すいません、あのですね、ちょっとバグで、リプレイの方がね、このカメラが自動でいろいろ切り替わるっていうモードにしてたんですけど、なんか途中で全然変わらなくなっちゃったりとかして、あれ、またなってる？なんかちょっと おかしかったんですよね。今もちょっとまだなってなかったみたいなんですけど、大丈夫かな。あ、大丈夫みたいですね。はい、ということで話戻りますが、あー、いやー結構アグレッシブにいけました、思ったより。はい、あれこれ大丈夫、あ、大丈夫かな。いやーでもちょっと結構楽しくいけましたね。ちょっとスリルがあったんですけど、結構いい感じでした。でもここのステージだけかもしれないですね、こういうのをちょっと通用したのはね。また次のステージとか行ったら結構違う感じなんでしょうしね。いやーでも良かったな。ちょっとやっぱあの1回落下がなしなければペナルティープラス13秒ぐらいだったと思うんで、ちょっともったいなかったですね。おーおーおー、危ない。こうやって見ると細いな。まあやってる時も相当細いなと思いましたけど、ああここがちょっと確か急に道が見えなくなったような感じだったんで焦りましたけど、結構うまく曲がれましたね。いやーこれでも、いやー今のスリル、あ、ここだ。いやーちょっと怖かったけど面白かったなー。あー、ここね、ここうまくいかなかったなぁ。そうで、まあ、あのプレイ中にもちょろっと言いましたけど、4速ちょっと今回入れようと思った。落ちた。すっごい衝撃。あ、破損したなこれ。ダメージ多分このまま残るんだと思うんですよね。それも痛いな。これガラス割れたままで次のステージ走るんだと思うんですよね。これはちょっときついな。あ、ここもちょっと怖かったな。でもなんとか切り抜けましたね。あ、ここ連続したところだ。ここはちょっとハンドルで使えましたね。まあなんとか切り抜けたという感じでしょうか。で確かこの後ちょっと一回4速入れた気がするんだけど、なんかすっごい危ないとこがあったんですよね。確かね、細くなって道が。
あ、この辺りですね。ここで急に、おおって感じで、あぶねえみたいな。あ、そっか、それでフィニッシュか。はい、フィニッシュということでね。はい、ということで、第2ステージはいかがだったでしょうか。ちょっと私なりに、前回に比べれば、まあ、上手にできたかなと思っております。ちょっと落下1回してしまいましたけれどもね。あ、3位に上がってる。前回5位で終わったと思うので、はい、ということで、はい、今回はこの、第2ステージをお送りいたしました。ということで、ご視聴ありがとうございました。またぜひ見てください。それでは皆さん、また。